ザーバイエス。わあ、めっちゃ音出るね。うん、なんか。ちょっと出るね。そうそう、ちゃんとしっかりしたね、はい、しっかりした大人っていうか、しっかりした、はい、ちゃんと低音とかも厚い、分厚い感じがしますね。分厚い感じの音が楽に出ますね。さすが。これ合ってるのかな、チューニング。どのジャンルもいける感じだよね。あ、ポップスとかですね。ポップスとかもね。はい、この辺もひっくり返って出るか出ないか結構ゴブゴブなんですよ。あのアマチュアだとです、ね、はいはい、自分みたいな、うん、だけどこれはもう安定してるわけですね。安定して出てくるんですね、ラジオも。最大の特徴ですね、こちらの VX は。しかもこれ最新バージョンでしょ。そうです。やっぱ最新バージョン吹いてて分かる。分かります、分かります。あの低音の太さが、はい、初期バージョンと違いますね。しやすい。最低音からフラジオの、はい、この音、はい、最低音から、あ、あれもあるもんね、すぐパーって。結構テクニカルなことをされる方とか、速いフレーズとか吹かれる方なんかには最高ですよね、ハチャノミックスって。で、速く吹いても一音一音が太くて説得力があるんで、なんかただバラバラバラって吹いてる感じになりにくいっていうか、なんか、はい、さすが現代楽器の、はい、もうメリットが全部詰まってるって感じですね。そう、操作性と音の太さ、はいはい、操作性が抜群なのに音が太いっていう。で、全音域もうパッパッパッパ出るっていう。素晴らしいと思います。欠点って何か思い浮かびますか？欠点は、はい、そのこれの対極にある、はい、ヴィンテージとか、あ、はいはい、ああいった渋め系が好きな方はこれはもう渋いのは出ないですね。そうですね、パリッパリッパリッテテテテですもんね。渋いのは出ないんですけど、はい、でもブルージーなこととかはできますよ。いつもよ 875EX の話になると私例に出してますけど、はい、今アレックス・ハンっていうですね、はいはい、若手というか中堅ですごいテクニシャンのアルトサックス奏者がいて、はい、マーカス・ミラーっていう有名なベーシストのバンドでずっとツアー回ってる方なんですけど、はい、その人は 875X 使ってるんですよ。へえ。じゃあなんていうか、渋めのザラついた音はちょっと難しいにしても、そのかすれた感じっていうか、みたいな感じはよりヴィンテージとかオーディオサクソンが得意ですけど、はい、それ以外のなんかブルージュな感じとか、マウスピースとの組み合わせとか、そういうことでどうにでもなるんじゃないかなと思いますね。みたいな。で、これマウスピースが全ノーマルなんで、ノーマルですもんね。これメタルとか鳴るやつに変えればもう問題なくできると思います。
かすれた感じだけはマウスピースとか、はい、この簡単でどうにもならないんで。へだからサブトーン多用してもう渋いもっとかすれた感じ、はい、ふわふわふわみたいなのを目指されてる方以外はもう、はい、オールマイティにいけるんじゃないですかね。ハチナゴ EX っぽくなかったですね。今ぽくないですよね、はい、こういう感じも全然いきますね。はあ、すげえ、めっちゃ幅広いじゃないですか。そうですよね、みたいななんかこうフュージョン的な感じもいけるし、何でもいけると思います。すごい、やっぱ高いだけありますよね。そうですねで、一番すごいのが、はい、その F1あんまりこの上の方行ったからって言って、はい、ピッチが下がりすぎてないかなとかあんまり気にしなくていいところですよね。安定してるからですね。安定してるんですよ。ああ、そっか。うん。あんまりそのピッチをこう気にしなくても、はいはい、へしっかり吹いてれば、はい、しっかりなってくれてるっていうのが、意外にそういうサックスないですからね。セルマなんかでもこの上の方とかフラジオ行くとやっぱり耳で下がりすぎてないかな、上がりすぎてないかなっていうのは気にしながら吹かないといけないところはありますけど、そういう負担が少ないですね。そういう負担が、あちらの VX のこの最新バージョンは、素晴らしいです。素晴らしいですね。はい。だからそのプロ向けというよりもこれも私はどちらかというとアマチュアの方が、はい、このなんていうんですかね、いいですね、メリットを感じるんじゃないかなと思いますね。そうですよね、安定して出しやすいな。そう、安定してて、しかもこの本格的な太い音が出るから、はい、うん、なんか週末だけしか手に取れないような人でも、はいはい、すごく助けになる楽器だと思いますね。うーん、ライブとかで。なるほどですね、うん。